ペイテロ。はいどうもペイテロです。今回ですねこちらの新作ゲームアンノンブライドの最初の進め方について実況していきたいと思います。イジルカーということで、まず、じゃあこの、ゲームどういう風に進めていけばいいのかという、話なんですけども、まあ、まず基本的にはですね、この物語をまあ進めていくという、形でございます。今私はこれ2章の、5節まで来てるんですけども、まあね、まあ普通のやっぱ RPG と一緒で進めば進むほど、まあ、どんどん敵が強くなっていって、まあ、どっかでですね、ちょっと積んでしまうと、戦闘力が足りなくて進めなくなるというような感じなんですけども、じゃあねそういった時に、戦闘力をまあどうやって上げていけばいいのかという、ところの話なんですけども、まず戦闘力をですねこう上げるというのはですね、まあ、大きく言うと、まあ、今のところ4つぐらいかなという思います。はい、まず一つはですね、まあ、これすごいシンプルに、レベルアップですね。でレベルアップはどうやったらすればいいかというとですね、まあ、戦うと、マナというアイテムが手に入ります。でこのマナを注入することによって、キャラクターのレベルをアップすることができます。今ですね、このキャラにちょっとマナを注入してみるんですよ。こんな感じでこうマナを注入することによって、レベルがアップできるという、ことでございます。ただね、ちょっとこのマナこれね最初の方をね序盤はすごい余って、まあ、そんなにいらないんじゃないって感じになるんですけど、もうね20レベルとか超えてくると全然足りないですねこのマナが。うん、まあ、なのでこのレベルアップに関してはこのマナを、まあ積極的に集める必要があるんですけど、まあ、どこで集めるかというと、このフリークエストのですね、まあこのマナ収集というまあクエストだったりとか、あとはですね、このまあ、曜日限定の、特にこれ超、ちょうどいいんですけどね、日曜日ちょうどこれ、マナの、日になっております。はい、まあ、こういうね日曜日のこの曜日限定クエストとかで、これはもう必ずやる、まあ、1日3回までしかできないんですけども、これマナ、非常にですね、後半足りなくなるアイテムになりますので、まあ、序盤からね意識してやっぱ貯めていかないと、どっかでこうレベルアップが積んでしまうという、感じになると思います。で次に、でかいのがですね、能力アップという要素ですね。これソウル強化ですね。これはまあ、よくあるこれソシャゲのね、まあ、パターンなので、まあ、馴染みあると思うんですけども、敵を倒すとですね、その敵から素材が落ちます。ソウルというねその敵特有のソウルが落ちるので、それをですね、一定数集めると、強化ができるということでございます。あとは、次ですねこれ装備強化。はい、装備はですね、つけることができます。これは1つのキャラにつき、最大で4つまでですかね。これはまあソウルランク、先ほどの、ソウルランクが上がればその装着できる、武器の数も増えてくるということなんですけども、で、じゃあ武器どういうものがあるかというと、こういうですね、一応武器にもそのタイプがあります。鎌だったりとか体剣とか、あとハンマーだったりとかで、そのタイプによって、つけれるキャラクターが決まってくるというような感じですかね。はい、でさらに、装備強化というのもできてですね、ちょっと今素材がないんですけども、こちらのですね、こういったシルバーストーン、こういう素材を使って、装備を、強くしていく、それもですね非常に戦闘力、アップするものになっておりますので、ここもですね忘れずに強化していくという感じでございます。はい、で、次にですねこちらアビリティというものなんですけど、アビリティというのは、戦闘中にキャラクターが使う技ですね。まあ、基本的にみんな3つ持ってます。で一応なんか怒りが溜まった時の超必殺技みたいなのがですね、まあ、あるんですけど、基本的なスキルはみんなね、3つずつ持っているということで、これは、レベル25から、まあ、変化させたりとかねできるわけなんですけども、最初の方はですね、まあ、これはもう固定で、それぞれスキルを持っているような形になってますね。うん、で、最後にこれですね、ギフト、はい、これはですね親密度というのがあります。親愛ランクですね、親愛ランクというのがありまして、でこれはどうやって上げるのかというと、このねアイテム、これねタップすると出てくるんですけど、これもねすごい良心的で、どこで手に入るかっていうのがね、アイテムをタップすると、出てきます。ただこれはね結構ね日常的にゲットできるようなもんじゃなくて、こういうねやっぱ週間クエスト、これ土曜日と水曜日の、限定クエストだけで、まあ、手に入れることができますよという、まあ、そういったアイテムなんですけども、これをですね、上げることによってこのね親密度がですね、アップします。はい、で、一定の、まあ、数値に達すると親愛ランクがアップして、それによってね戦闘力も、変わってくるので、これはね非常に大きいです。
はい、で試しにちょっとね、レベル1上がるぐらいのちょっとねギフト一気に上げたいと思います。はい、こんな感じで、はい、深愛ランクが今2になった。そうするとこれ戦闘力が、はい、アップしますね。これね、あの能力アップと同じぐらい、下手したらそれ以上のですね、戦闘力のね、あの上昇量なので非常にね侮れない、システムでございます。うん、で、まあそんな感じでございます。基本的な、まあ能力アップは戦闘力アップは、このような形なんですけども、じゃあ、まあそもそもやっぱりね、強キャラをやっぱねゲットするっていうのはね、一つのやっぱ、まあ分かりやすいね戦力アップの一つなので、じゃあどうやったら強キャラでゲットできるのかって言ったら、こちら召喚ですね。うん、召喚で、まあガチャをするわけなんですけども、私の手綱を握るのならば相応の覚悟をしてもらおう。ジェムが必要にね、あの非常に大事なアイテムなんですけども、ジェムはじゃあどうやってゲットできるのかっていう話なんですけどもね、まあ簡単なし、一番簡単なのは課金です。はい、課金することによって、ジェムはですね、いくらでも、まあ個人の裁量で増やすことができます。ただね、そんなこと言ってらんないということで、じゃあ未課金、無課金微課金の方ですね、まあどうやってジェムをゲットしていくかというと、ここね結構ねこのゲーム、ジェムゲットする場所多くあります。はい、まずはですね、ログインボーナスですね。はい、これリリース記念毎日プレゼントっていうね、こういう、ログボも、やっておりまして、はい、ログインするだけで、ジェムが非常にね多くもらえたりとかもあります。はい、で、その他にはですねこれクエスト、はい、このフリークエストっていうので、ここのね、ジェムをもらえるクエストもあったりします。はい、でこういうクエストを、まあ進めることによっても、ジェムはゲットできますし、であとは、まあ、ミッションですね。こちらのミッションにも、最初の方、非常にねあのそのミッションをクリアすることによってあのジェムがもらえますよっていう、ものがね、あったりしますので、これねデイリーでも、まあ、20回クリアすればジェム50個毎日もらえたりとかしますので、まあ、ミッションをクリアして、まあ、もらえるっていうのもあります。でさらに、これ名簿っていうのがありまして、名簿は、それぞれのキャラクターをですね、強化、指定のところまで強化すると、こういった、右側にですね、このダイヤがダイヤジェムが、まあ、もらえるという、そういうものがあります。でさらにこれね、敵、このね敵を、何回倒したかというねその、まあ、討伐数によってもこれジェムの、報酬がもらえたりしますので、こういったところですね、まあ、バンバン、まあ、ジェムの方は一応無課金微課金でも、割と手に入ったりもするというところでございます。で意外とね、忘れてはいけないのが、ね、ここのねワールド行った時にここの、ワールドマップでこの宝箱ついてるマーク、これを押すとね、ジェムもらえますので、これね見落とさないようにねした方がいいと思いますね。うん、このクエスト進行報酬のねこれジェム300もね、これの宝箱ついてるところを押すともらえますので、これね忘れずもらってください。非常にでかいです。これだけで相当なジェム量もらえますので、ここのね宝箱、押し忘れのないようにね、ぜひやってってほしいなと、思います。うん、というような感じで、はい、ジェムが、まあ増えていくわけなんですけども、でじゃあまあ強くしたらね、何をしたいかというと、まあまずさっきの物語の他に、まあフリークエストですね、こういった、強化アイテムを、まあ、手に入れるための、クエストを進めていったりとか、であとはですねこれ魔王戦、これが、PVP です。はい、人対人、まあ基本的には12対12で、まあ、やっていくわけなんですけども、そういったね人対人という、戦いができる。例えば、これ今ランクがですね、順位があって私今ね2591位という、まあ割とですね、まあ後ろの方なのかなと思うんですけども、まあねこうやって自分の、今いるランクをですねこう人と戦うことによって、まあ、上げていくという、これもね一つのモチベーションなのかなと思います。はい、実際戦ってみますね。まあ今ですね皆さん、まだそんなにレベルも上がってなくてですね、まあ、キャラクターにはコストというのがあって、そのレベルに応じたコスト分でしか、この魔物をですね配置できないので最大で12体配置できるんですけども、今そのねコスト上限があってですね、まあ、ちょっと9体までしかちょっと配置できないんですよね。うん、これをね、まあ、やっぱり、ね、そのプレイヤーレベルをその上げるっていうのも一つ重要かなと思います。はい、まあ、こういった形でですね、12対12の魔物の、まあ、これ基本的にはオートプレイになります。はい、ただ見てるだけなんですけども、まあ、
勝負はですね、どのキャラをどこに配置するかっていうのをね、非常に、まあ勝負の面白いところになりまして、キャラクターそれぞれ、前後左右、前後左右というかね、上下左右といった方が分かりやすいですかね、に対してこういったバフを与えますとか、まあキャラによってはその硬いとかで、基本的にはね、あの前にいるキャラからですね攻撃を受けていきますので、まあ基本的には前には防御力の高い硬い味方をですね置いて、で、後ろにまあちょっと、柔らかいけど攻撃力は高いようなキャラだったりとか、あと回復キャラは一番最高列に置くとか、そういったですね、ちょっと配置もまあ考えてやっていかなきゃいけない。まあ今ですね、私あの戦闘力自分の方が高かったのに、まあ低い相手の方に負けてしまいましたので、そういった部分ですねがまだちょっと足りてないのかなと思います。はい、まあそんな感じで、まあこのねアンノーンブライド、まあキャラクターもね非常に可愛くて、いいですし、あとはね、システムも戦闘システムも、まあ、12対12で、非常にね頭を使わされる、そういったですね、内容になっている。で、クエストもですねやっぱり進んでいく、上でやっぱり戦闘力を上げるとか、そのシステムも、非常に分かりやすいし、まあ、遠征だったりとかで、まあ、意外と手間もかからず、なストレスなくですね、育成もできたりして、非常にいいゲームに仕上がってるんじゃないかなと思いますので、私も今後も、このゲームやっていきたいと思います。はい、ということで、今回ですねこのアンノーンブライド序盤の進め方実況の方やってまいりましたが、はい、いかがでしたでしょうか。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。